はい、どうも皆さんこんにちは。今回渡部県議が謝罪会見を行いましたね。で、生放送で見てた人もいるかもしれないですけど、僕はYouTube で1時間40分ぐらいかなかけて見て、文字起こししたりとかしたんです。で、いつもはそういう不倫とかそういうのあんまり興味ないんですよ。なんか当て逃げとかそういう薬とかそういうのだったら謝罪会見ね、芸能人とかの見るんですけど、で今回気になったのは記者が叩かれてるんですよね、すごく。で、自分も内容気になって見てみたんですけど、まあ、確かに最初はいいんですけど、後半結構どんどんエスカレートしてひどくなってますね。まあ、僕が思った結論としては、インターネットで媒介を通じた公開パワハラいじめ賞です。で、もしこれが犯罪だった場合は黙秘権があるので言いたくないこと言わなくてもいいんですよ。ただ不倫、多目的トイレ使ったとかこういうことで逮捕には至らないですよね、日本では。で、それに対して言いたいことを言われ、で言いたくないことも言いながら、あれをされるぐらいだったら僕逮捕された方が良かったなって思っちゃうぐらい、この先の人生ね、考えるとすごくかわいそうだなっていう感じも受けましたが、ただ本人、渡部本人もずるい部分がありますよね。相手女性に関係があったことは結婚前だったってことにしてくれないかって口裏を合わせようとしたりとか、言ってなかったことがあったり、また会見の前に収録をすることはないですって言ってたにもかかわらず実はしてましたみたいな最後ね、言われてましたけど、で、まあ、記者の聞き方も何でしょうね、一人のクラスの可愛い女子がいて、その子が好きな男子がいて、その男子がその子を傷つけましたと。で、それを寄ってたかってみんなで囲んで、なんでのぞみちゃんいじめたの、なんでそんなことしたのっていう感じの女子ですね。で、多目的トイレという、体が不自由な方とか車椅子の方が使う場所を、ね、利用したと、性的行為をするために。それに対して叩かれた。で、男子の場合はなんで俺たちののぞみちゃんいじめるんだ、流すなと。プラス謝罪会見がなんで半年後になったの、騒動から半年後になった理由を言え、それが一番大きかったかなっていう感じがしました。ただ記者も聞かなきゃいけないことはあるのかもしれないし、世間が気になっている声をまとめて覚えて、これは聞かなきゃ、あれは聞かなきゃってやってるのかもしれないけども、すごく気になったのが家庭のこととか、家庭のことで家事はどうしてるんだとか、そしたら渡部がね、休みの日は僕がこれやってあれやってやってるんですけど、佐々木希さんが休みの日は僕がこれやって、仕事の日はこれやって、いやそうじゃなくて全部やれよみたいな、それがみそぎってもんじゃねえのかみたいなことを言われたんですけど、それは家庭の事情もあるしお前らに関係ないと思ったのと、収録がね先にやったんじゃないかとか、それに関しては僕は最後まで見ててやっと分かったのは、収録したんだってことが分かったんですね。で、ワイドナショー僕は好きなんで毎週見てるんですけど、松本さんが先々週ぐらいでそれに関して渡部の出てた出てないね、ガキの使いに出てたに関しては、僕は聞いた感じだとなんかそういう噂があって結局出なかったんだなっていう方向かと思ったら出てたみたいで、だからそれに対して、まあ、言われちゃってたんですけど、まあ、言ってることに矛盾もあったので分かるんですけど、11月18日収録ありましたよね、収録行ったんですか、でそれも何回もそれに関しては言えませんって渡部は言ってるにもかかわらず、さらに追い打ちをかけて聞いて申し訳ありません、じゃあ謝るってことはイエスで捉えていいですね、11月18日収録ありましたね、いやーって、じゃあその日何してたか教えてくれますかって、事情聴取じゃんって思っちゃってそれこそ関係ないし、別に個人のプライベートのことなんだから、なんかそれもねすごくね見ててね、なんかやるせない気持ちになりましたね。そこまで言われなきゃいけないのかっていうとこもあったし、うん、あとガキの使いじゃないんでって言った発言ね、あれどこの誰なんだろうね。今週ワイドナショーあるじゃないですか、まああるんですけど、そのワイドナショーで絶対それはね叩かれると思う、記者に関しては。楽しみですけどね、笑いを取ろうとしたところもそうだし、なんかそれを番組を使って言うのもすごくちょっと名誉毀損じゃないけど、ちょっとああいう使われ方するのはちょっと納得できないんじゃないかなって、テレビ関係者の人はね、なんか立ちが悪い、うん、立ちが悪い会見だったなっていう個人的な感想でした。まあ、皆さんもねいろんなさまざまな意見あると思いますけど、一連の報道を受けて皆さんが感じることだったり、そういうことをねもしあれば
コメントいただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。かなり短くまとめたんで、まだまだ僕も言いたいことあったんですけど、もし皆さんも思うことがあったらぜひコメントだったりくれればと思います。高評価の方は高評価をしていただければと思いますので、また、お会いしていければと思います。それではまたお会いしましょう。じゃあね。